あ、どうもこんにちは。今日はですね、最近日本一のチャンネル登録者数、 YouTube のチャンネル登録者数がはじめ社長からキッズラインに変わったってことで、 YouTube 界でその時代の流れが変わるんじゃないかな、 YouTuber の流れが変わるんじゃないかなっていうテーマについて話したいなと思います。その前にまずちょっと今日またアイス買ったんで、ね、めっちゃ暑い中美味しいんですよこれ。このカピコっていうシチリアレモン、これドンキーで60円ぐらい売ってたんでめっちゃ美味しい。うん、みたいな感じで夏なんでね、買ってね、熱中症対策になります。で、まあ、その話を戻すと、キッズラインがチャンネル登録者数が1200万人で日本一になったと。で、はじめ社長とヒカキンを抜いてナンバーワンになったってことで、やっぱり僕個人的にはそのナンバーワンが変わるっていうのも時代が変わることに等しいと思うんですよね。歴史を振り返って、日本史を振り返ってもやっぱり織田信長の時代があったと。でもトップである織田信長が変わると、豊臣になったらもう豊臣の時代になる、じゃないですか。で、豊臣もまた消え去って徳川になると。やっぱりトップの影響力っていうのは半端ないですし、トップがその周りに与える影響っていうのはすごいんですよ。僕自身もそのキッズラインっていうのに今注目してますし、他の人なんかももう一気に注目されてるじゃないですか、されると思うんですよね。で、それによって今後ね、キッズラインを真似する人っていうのが多分確実に増えてくるんじゃないかなと思うんですよね。だからある意味キッズラインから学べることはたくさん学んで取り入れるのもいいんですけど、ただそれを真似しすぎると他の人とあんまり一緒の動画になってしまって差別化が図れなくてね、結局埋もれてしまうということもあるんじゃないかなということで、その辺どうなるのかちょっと今後注目していきたいなと思います。まあとりあえずね、1100万人っていうのは本当にすごいことだなっていうことですよね。まあ、個人的にはあのキッズラインっていうのが幼児向けだから、幼児っていうのは時間がたくさんあるんですよ、あるじゃないですか。で、しかもなんかああいうのってなんかそのアメリカの文字とか打たないから、あ、海外の子も日本語を話せなくても見ることできるんですよね。だからそう見る人が増えてるのかなと思うんですけど、まあそんな感じなんですよ。まあ、でもヒカキンさんもはじめ社長さんも今後追い抜かすのかな、どうなるか分かんないんですけど、まあ、彼らからも ヒカキンさんもはじめ社長さんも残念ながら、まあ、残念っていうか、この言い方とか分かんないですけど、まあ、ナンバーワンの座は映ったんですけど、まあ、僕は全然なんかまた逆転もできるんじゃないかなと思ってますし、今後も注目していきたいなと思う YouTuber なんでね、まあ、頑張ってほしいと思うんですけど、まあでもキッズラインっていうのは純粋にすごいなと。1200万人っていう、日本人で初めて1000万人を超えて、まあ、ダイヤモンドの盾を受け取ったぐらいの人物だから、まあ、何かあるんだろうなっていうのは思うんでね、しばらくちょっと研究したいなっていうことです。まあ、そんな感じです。あと、よかったらチャンネル登録と高評価お願いします。まあ、これすごく美味しいんで、ぜひ買ってください。ということで、いってらっしゃい。